にちは。2023年夏、横浜のおっさんがアフリカツイン DCT で九州ツーリングした時に撮影した膨大な積み動画データを少しずつ吐き出し消化していく個人的備忘録動画です。アフリカツインで九州ツーリングへ行かれる方のご参考になれば幸いです。それじゃそろそろ行きますか。軽自動車等が110円、110円ですね。関門トンネルは山口県下関市と福岡県北九州市を結ぶ国道2号のトンネル。ライクはね、お金払いづらいのよ。あ、でも原付だったら20円だよ。いいねいいね。関門トンネルって原付で走れるんですね。よいしょっと、よいしょ。さあ、関門トンネル突入。天井が低い。まあ、なんでわざわざここの関門トンネルくぐって中国の方に、中国地方の方に行こうとするのかっていうのはですね、唐津市場ですね、唐津市場の方にですね、まあ、寿司食いに行こうと思って。まあ、フグも食えたらいいな。山口県だもんな、下関だし、唐津市場まで行って、でその後ね、宮本武蔵と佐々木小次郎が戦ったという、あの巌流島ね、こっちの方もね、なんか船が出てるみたいなんで、これもちょっと行ってみようかなと思ってます。まあその辺かな。で飯食って巌流島も行って、でその後に文字だな。あっちがね、なんか5時半、17時30分にあのフェリーが出るんですよ。なんでまあその時までまだ時間あると思うけど、まあ余裕を持ってね、まあちょっとフェリー乗り場の方に行こうと思ってます。というかね、すっげーね、あの排気ガスがすげー、めちゃくちゃ充満してる。バイク乗りの方、これ気をつけた方がいいっすよ。マジでね、これひどい。なんか抜けてないよね、これ絶対。風の穴っつうのかな、ね、あることあるんだろうけど、ちょっと不十分な気がする。換気が不十分な気がします。抜けたー。ということで、どこだ、これかな、下関国道2号から住宅地へ、そして国道9号へ合流。関門海峡は日本の歴史の中で重要な舞台、古戦場になってきました。幕末の下関戦争、1863年、1864年で使用された長州砲のレプリカ。壇ノ浦の戦い、1185年4月25日、源義経と平知盛の銅像。義経かな、さっきの最後のね、壇ノ浦の戦いだよ。ここにあれだよ、草薙の剣が眠ってるんだよね。鎌倉殿の13人は面白かったですね。バイク駐車場がどこにあるか迷いましたが、ようやく到着。入り口のすぐ近くにありました。ぐるぐる駐車場を回っていました。映画キューブのようにスタート地点がゴールだったというオチでした。クソみたいに並んでいました。おお、なんだこりゃ、くっそ並んでるぞ。とりあえず並んでみる W。 あ、すいません、これ今並んでるのってマカン、お店に並んでるんで
この人もなんで並んでいるのは分かっていない W。 今なんで並んでるのか分かんない。並んでるんですね。理由もなく。分かった。ね、寿司、これ寿司に並んでる。寿司屋さん？店に並んでるんですかね。あ、マグロの寿司って。マグロ。その中には入れないみたい。中に自体が入れるんだ。これ何の店かわからないですよね。寿司って言っても寿司屋のマグロの別に、まあいいや、どっちにしても寿司食べるつもりだったし。ようやく注文までこぎつけた。一貫単位で注文を行います。竹翔さんの特徴はとにかくネタがでかい。行列ができるのも納得がいきます。フグの白子が2、大トロの軍艦が2、びっくり軍艦が1、あとどうしようかな、あとフグが1、本マグロ脳天1、あとタチウオが1、このも1ください。ここまでで9巻1パックだが、まだ足りぬ。世はまだ食い足りぬのじゃ。アラが1、縁側が1、アジが2、あと赤貝1、ホタテが2、あとユウトエビが1、以上。最終的に2パックで17貫買っちった。支払いは現金のみです。白子2です。お汁大丈夫？こういうのがありますけど。あ、じゃあどっちがいいかな。フグ汁とカニ汁が選べます。フグ汁一つ、ありがとう。これ骨入ってます？骨あります？骨あります。あ、そっか、身が丸々こう入ってる。あ、じゃあカニにします。やっぱりごめんなさい。はい、カニの甲羅があります。甲羅、あ、はい、カニは甲羅食べないんで。デカネタ寿司17貫カニ汁で合計4,800円となりました。お話を聞いていると福汁もうまそうだ。お疲れ様でした。お汁は隣でいただきます。本当にカニがどっと入ったカニ汁、嬉しい。さあ、どこで食べるよ。基本的に食べる場所、椅子や机は用意されていないので、多くの人は場外の関門海峡が見えるデッキで食べます。熱いプラスチックの箱に入った非常にチープな見た目ですが、めちゃくちゃうまそう。いただきます。まずはホタテから。リンゴ飴食べた。うん、まーい。言うとないでやつ、考えもんだね、これ。綺麗。うん、よいしょ。これはこっち入れておきましょう。これでエビ味噌入りのカニ汁になりました。エビ入りにしちゃいました。味あるんかな。卵とこちゃん、これあげる。有頭エビいただきます。これまたうんまーい。うんまーい。うまいな。はい、どうぞ。次は赤貝。誰でもいいの。やっぱりうんまーい。
お汁をいただきましょう。まずはお汁をいただく。実にいい出汁が出ています。うまい。うわ、すごいね。すごいよこれ。うまい、けど食べづらい。うん、うまい。まあ、あくまでお汁を楽しむのがお汁ですね。そしてアジ、分厚い W。 すごいでかいね、これね。シャリに対してこの大きさ、めちゃくちゃでかいよこれ。安定のうまさ、うん、うまっ。お次はアラ。うん、まーい。最後は縁側、分厚いですね。結局すべてのネタが美味しかったです。また行きたいな。もうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、なんだあれは。お願いします。スーパーサンクス、投げ銭をお願いします。ご意見ご感想をお願いします。次回作にご期待ください。でかいかいか。バカン名物、服の袋競り像。まあこれも競りなんだ、すごいな。こちら山口県ではフグのことをフクと呼ぶそうです。